家族と一緒に来るのもいいと思うんですけれども、思う存分写真撮りたい。優雅というところでは、佐々木さんと一緒ですね。ありがとうございます。すいません。アートアクアリウムに一緒に行きたい人、訪れたいなと思う方はいらっしゃいますでしょうか。もうね、家族と一緒に来るのもいいと思うんですけれども、こう女子でお友達と私は来たいなっていうふうに思いました。本当に映えるスポットがたくさんあってですね、一緒に写真を撮り合ったりとか、もう思う存分写真撮りたいですね。で、思い出に残して待ち受け画面にしたりとかしたいなと思います。はい、先ほどぐるっと館内を見てくださったということで、もう金魚たちに釘付けだったんですけれども、はい、お気に入りの金魚は見つかりましたか。本当にどの金魚もみんな違って、みんな素敵なんですけれども、そうですね、その辺にいらっしゃる金魚なんですが、はい、透明感のある金魚さん、なんていうお名前でしたっけ。東海錦です。東海錦、はい、東海錦という金魚に私は釘付けになって、さっきずっと見ていました。はい、なんでしょう、尾びれがすごく大きくて、こうふんわりこう大きく揺れていて、そしてカラーもちょっとこう透明感のある金魚さんで、本当に美しいなというふうに思いました。優雅というところでは、はい、佐々木さんと一緒ですね。ありがとうございます。すいません。はい。